アレクサンドル・ラザレビチロクシーンはソビート連邦の作曲家、シベリア西部アルタイ地方のビースクに生まれる。母親は医師であった。1936年にモスクワ音楽院附属高等学校に入学して作曲と音楽理論を学び、1937年によりモスクワ音楽院にて作曲法をニコライ・ミャスコフスキーに指示。1939年に ボードレールのテクストにより、大作の声楽付き公共詩、悪の花を卒業制作として提出するが、審査団より、デカダな傾向を忌避されて受理されなかった。作曲家としては、11曲の公共曲や2つの弦楽詩重奏曲のほか、還元楽伴奏付き歌曲集や、いくつかの映画音楽を残した。グスタフ・マーラーやアルバン・ベルクに詩縮し、 適度にモダニズムの要素を散りばめつつ、叙情的かつ内政的な作風を取った。ソビエト当局に対して妥協的な姿勢を拒んだことから報復措置として検閲官に弾圧され拒否された。ご半生においては秘密警察への密告者、情報提供者になったと主張されているが、確証はない。裁判年はロシア国内ですら忘れられた作曲家となっており、 知人の中には、6シーンの作品を聞いたことがないものすらいた。皮肉にも、6シーンの芸術が復活したのは、作者の死後になってからであり、しかも西側においてのみであった。指揮者のルドルフ・バルシャイは、6シーンと信仰を結ぶうちに、密接な協力関係に入り、6シーンの主要な作品の初演や録音を行った。ありがとうございます。